コンバインのね、このデバイダー、昨日ぶつけてしまって、デバイダーの部分のこのプラスチックのカバーとがちょっと割れて破損して、ちょっとテープで留めて、ちょっとやってるんですけど、修復しようかと思います。こっちのね、これ、この鉄パイプの方もね、これぐにゃーっと昨日ね、ぶつけて曲がってしまったんで、いつもお世話になっている、ハーレーのカスタムショップのディーンの、社長にですね、火で炙って、ガスバーナーで炙ってもらって、万力で固定して、ぐにゃーっとこれ、ほぼまっすぐな状態に、直してもらいました。これはね、後々今日、コンバインを掃除するんで、その時にこれも装着して、修理調整、整備の方、したいと思います。ちょっと色、ね、これちょっと塗りたいんで、後でまた色を塗ります。そしてね、今日はね、この、割れた、この、プラスチックの修復方法、ちょっと皆さんに、教えるって言ったらあれかな。僕も初めて挑戦するんですけど、このハンダゴテで、今これ熱いんですけど、これで、こう、溶かしながら、見えるかな？ちょっと匂いはきついんですけど、溶かして、こう、溶着して、つけるという方法があるんですね。こうやって。こう溶着していくんですよ。で、こう、ちょっと地味な作業なんですけど、確実にくっついてますね。これ、プリウス乗ってる、高齢者ドライバーみたいな感じやな。操作方法間違うたわ、ほんまに。まあ、いいけどね。何事も経験ですけども、そんな。こんなことでね、この程度のことでね、落ち込んでたらね、こっちくか、これ。あ、いけるぞ、これ。見て。見てって、シャーとの喋り方してるんだよ。あ、いけるわ。はい、これでちょっと溶かしますね。あ、いけるね。ハンダゴテすげえな、これ。このかけた部分ね、このタイラップをね、うまいことね、使うことができます。これをね、プチってちょん切るでしょ。こっちょん切んねんな。で、ここにな、見ときや。こう、つけんねん、こう。こっちわーっとね。くっつけただけ。こっちとこっちを前見たら。いいこと思いついてね、このペットボトルのね、このキャップ。このペットボトルのキャップよ。こいつをな、こう、ちぎってよ。いいこと思いついた。こっちの方がいいわ。この白いバンドっていうのは、もともとこれクリアなんよ。だから、飴玉みたいな、飴細工みたいな感じになってまうんで、これを今こう、ちぎって、これで、溶着します。かけた部分ね、ちょっとこれ溶かして、これで盛り付けていったら、ほら、これ溶けてもね、白だから、いいわ。おぉ。ああ、いい感じや。これでいいよ。これね、あとでこれ、二次臭いですけど、今ね。これも、要はね、サンディングしてればいいだけの話なんだよ。ペーパー掛け、あとでね、ヤスリ掛けしたらね、綺麗に耐えれているはず。楽勝やもんな。ちょっとかなりね、匂いはきついですけど。よし。うまく乗ってきた。この溶けたやつをもう一回、こ
この本体に溶かして、本体も溶かさないと意味がないですからね。うん、溶かして、あと汗出てきた。裏面もね、このペットボトルのこのキャップのチップをね、ここにこうちょっとずつちょっとずつ溶かして、で本体になじませていくと。この技すげえぞ。これかなり補強度強い。これは内面はちゃんとくっついとるんで大丈夫。裏面はね、こうやってこの、なんていうの、縫合するように傷を縫うような感じでね、こうやってね、線入れていくんですよ。この母材の、内面の肉厚考えてね、内側に、こうと、ああ、泣いてもうた。内側まで浸透するように。ほんでは、ちょっとな、これじじくさいけどな。今はじじくさいけど。じじくさいけど。これが綺麗になるはず。チップをここにな、もう一回埋める。こう埋めんねん。これ埋めて、こうやって溶かす。そのチップだけ溶かしてもダメ、母材を飛ばさんとな。で、そっからまんべんなく溶かしても、これ表面だけやったらね、ただ乗っかってるだけやから、この本体をね、溶かさんとくっつきなさい。汗が滴り落ちる。はい、これな。おー、いい感じや。はい、ちょっと綺麗にね、治りました。治ってたまま治ってへんけど、本当はね、この、FRP、 私あの FRP の、あのキットもちょっと一応持ってるんですけど、今回これで一番ベストかなというふうに思ったんで、このハンダゴテを使って、プラスチックの修復を、作業しました。で、これをね、これから研がないかと。だと、こいつね、こいつもちょっとリンで曲げてもらったんで、このままちょっと塗装できません。塗装が乗らないんで、まあどうでもいいねんけど、こんなの。こうやってな。これ、私昔、これパーテ、一応何でも持ってますね。これ、こう。見とけよ。見とけよ。こう、R 面出へんときは、R 面を使うときは、この、次の、これね、こうやって、これまだ前、これ120番のね、ペーパー、で、これをこう、すごい、ペーパー開けちゃうんや。ほら、綺麗になったやろ。だいぶいい感じ。もう、ほぼ、だいぶ、いい感じになってきましたね。これで、だいぶいい感じになってきました。で、全然大丈夫。で、こいつな、こいつもこう、火で破ったとこは必ず焦げてるから、塗装もちょっと剥がれとるんで、こう、取ってあげよう。で、あと、
クリアとか別にそんなんいらないし、どうせこれ泥に当たる部分なんでね、まあ、適当に塗装します。ちょっとここ塗装できないんで。はい、今ねこれラッカースプレーで、ね、うん、これこう塗装しました。うん、でこいつやばいな、こいつな、こいつも塗装しました。これでね、塗装した。もうほぼこんな感じで、もう分かんないですよ。分かるけど、どうせね、これ、作業するもんなんで、ただのカバーなんで、ほんまはこれ、パテしたらね、もっと綺麗になるんですけど、もう、農機具のためにね、そんなパテとかね、高度な技使いたくないんで、もうこれで十分です。はい。というわけで、私のプラスチックの修理方法でした。ようです。